アイテム番号 SCP-204JP。 オブジェクトクラスユークリッド。 SCP-204JP JPG SCP-204JP。 特別収容プロトコル。 SCP-204JP は強固な金庫に保管した上で、縦、横、高さともに12メートル以上の広さを持つコンテナの中心部に固定してください。職員はこの内部に侵入すべきではありません。コンテナ内部と搬出口は収容違反が発生しないよう常にカメラを通して監視することを推奨します。何らかの理由で移動などの作業が行われる際には遠距離操作可能な機材を使用し、決して素手で接触することのないように注意してください。職員は少なくとも SCP-204JP から半径6メートル以上の距離を取ってください。説明。SCP-204JP は一般に、銅鏡と称される直径40センチメートルの青銅製の円盤のように見えます。その片面には形状に沿って複雑な文様が刻まれており、その中には未解読の言語や未知の生物と思われる姿も含まれます。模様の刻まれた側は劣化が見られますが、表面は非常に高い精度を保っています。SCP-204JP はその周囲に近づいた人間に、強い畏敬と誘惑を引き起こすことが確認されています。この力は障壁となる存在に関わらずに働き、影響を受けた対象者は SCP-204JP に接近しようとできる限りその障壁を取り除こうとします。この効果は対象を SCP-204JP から離すことにより解消されます。SCP-204JP の鏡面に触れた人間、以降、接触者、は瞬間的に生命活動が停止しますが、1秒以内に活動を再開し SCP-204JP へと変化します。その肉体には生命活動らしき働きはあるものの脳死状態と確認されています。SCP-204JP は接触者と同一人物のように振る舞いますが、その実態は接触者とは全く異なる自我を持つ、目視不能の何らかの存在 SCP-204JP であると推測されます。SCP-204JP は友人や家族を含む周囲の SCP-204JP 以外の人間に SCP-204JP との接触を促します。現在、SCP-204JP に一般的な人間以上の能力が、編集済み、実験の結果、すでに死亡している人間でも SCP-204JP と接触させることで同様の変化を起こすことが判明しました。これを SCP-204JP-C とします。しかし死後の経過が長いほど元の人物に関する記憶は薄れており、それによる矛盾や相違、または言動の不一致などが指摘された場合、高い確率で沈黙または暴走をします。これは簡単に鎮圧可能ですが、暴走した SCP-204JP-C は未知の言語を発することが確認されており、未だ解読はされていません。ポイ SCP-204JP-C へのインタビュー記録。インタビュー実験記録。日付2005年12月4日。対象、SCP-204JP-C。インタビュアー、豊田博士。付記。SCP-204JP-B は死後約1週間が経過した D クラス職員。以下 D3033 と称する。の遺体を SCP-204JP に接触させたもの。D3033 はサイト8104での実験中に死亡。録音開始。豊田博士、こんにちは。体調はいかがでしょう？ SCP-204JP-C。ああ、特に問題ないよ。何も。豊田博士、あなたの ID をどうぞ。SCP-204JP-C。ID は確か、D3432、じゃなくて D3533 だったかな。豊田博士、D3033 です。
SCP-204JPC。 ああ、そうだ、それだ。豊田博士、ご出身は？ SCP-204JPC、広島、じゃない、山口だな。豊田博士、随分と記憶がおぼろげなようですね。SCP-204JPC、豊田博士、質問に移ります。あなたは先日の爆発事故にて危険な目に遭ったそうですが、その件についてなるべく詳しくお話しください。SCP-204JPC、あの時は本当に死ぬかと思った。恐ろしかった。軽い怪我だけで済んだのが奇跡みたいだ。他の奴ら、しっかりは見てねえけど多分何人も死んだんじゃないかな。俺もまさかあんなのに巻き込まれるなんて。豊田博士、どのような行動をとったのか、詳しくお話しください。SCP-204JPC、実は、ほとんど覚えていない。気がついたら、安全な場所に隠れてたんだ。きっとこれはお鏡様。SCP-204JP のことだと思われる。のおかげだ。あの方が俺を導いてくださったんだ。豊田博士、お鏡様、とは誰です ?SCP-204JP、我々を導く存在だ。この世のすべてを知り、安泰をもたらしてくださる。あんたもお鏡様と契りを結ぶべきだ。豊田博士、契りとは、SCP-204JP に触れることでしょうか？それを結ぶと、どうなるんです ?SCP-204JP、そんなものは、やってみればあんただってわかるだろう。ほんの一瞬のことだ。すべてが変わるんだ。豊田博士その、お鏡様、はあなたや私に何をしてくれるのです ?SCP-204JPC 根性の汚れを落とし、新たな命を与えてくださる。豊田博士、お鏡様、や、あなたが目指すものは何ですか ?SCP-204JPC すべての人間が我々と共に歩むことだ。俺たちは世界を取り戻さなければならない。豊田博士、取り戻す、とは、どういう意味ですか ?SCP-204JPC 世界はもともと人間のものではなかった。お鏡様は世界を奪われて一枚の鏡に閉じ込められた。我々はそれを元通りに返すべきなんだ。豊田博士あなたはその情報をどこから聞いたのですか ?SCP-204JP に触れて以来、あなたは誰とも接触をしていませんが、SCP-204JPC、お鏡様と契りを交わした瞬間に全てを悟ったんだ。豊田博士あなたが、契りを交わした、のはいつです ?SCP-204JPC、よく覚えてない。豊田博士いつかも覚えてないのに、悟った内容は覚えているのですか ?SCP-204JPC を、俺はどうも調子が悪いみたいだ。今日は休ませてくれないか豊田博士、話を戻しますが D-3033。あなたの身体に負傷は見られませんが、どこを怪我したのですか ?SCP-204JPC。もう治ったみたいだな。豊田博士、実は、爆発事故など最初から発生してません。SCP-204JPC。豊田博士、あなたは疑問なく私の嘘に証言を重ねていました。なぜですか ?SCP-204JPC。豊田博士、D-3033 本人はある実験の際にすでに死亡しています。先ほどからあなたの言動は職員により生前の D-3033 のものと比較検証されていますが、どうやら、一致しないようですね。SCP-204JPC。 豊田博士、SCP-204JPC。 あなたは一体何者です ?SCP-204JPC。 未知の言語による発言。豊田博士、はい。SCP-204JPC。 豊田博士、どういう意味です
SCP-204-JTC、衣をよこせ、1、続いて、SCP-204-JTC が豊田博士に襲いかかろうと暴れる音。豊田博士、すぐに収容するんだ、早く。録音終了。終了報告書。 SCP-204-JTC は宗教的発言には意欲的になりましたが、その他の内容は比較的消極的です。発言に矛盾が多く見られ、知能はそれほど高くないと考えられます。世界はもともと人間のものではない。世界を奪われ鏡に閉じ込められた。という発言は他の SCP-204-JTC の主張とも共通しています。SCP-204-JTC が発した未知の言語については解読されていません。SCP-204-JTC の口調や声は D-3033 にある程度似ているものの、どうにも無視できない違和感があった。私にはまるで何かが D-3033 の着ぐるみを着て、D-3033 の真似でもしているように感じたんだ。豊田博士。SCP-204-JTA や SCP-204-JTC は多くの場合教を中心とした宗教的な主張を持ちますが、これらには整合性や具体性、合理性などが薄いことが指摘されており、また各個体や集団により内容も食い違っています。おそらく SCP-204-JTA、SCP-204-JTC が対象者を集めるために取っている一種の擬態であると思われます。SCP-204-JT は1900年8月日に県山間部の村で財団エージェントにより発見されました。発見された当時 SCP-204-JT は村役場の集会所を改装した社にご神体として祀られていました。この際3名のエージェントが SCP-204-JT の影響を受け鏡面部に接触しており、検査を行ったところ3名とも SCP-204-JTA に変化していることが判明しました。その後の調査により住民のほぼ全員が SCP-204-JTA として財団により収容、もしくは処分されています。生存者には A クラス記憶処理が施され、天然ガス災害のカバーストーリーが施行されました。ほい。村役場職員、2の日誌。これは SCP-204-JT がエージェントにより発見されるおよそ4ヶ月前まで記述されています。1月10日、郷土史家の、先生、開発担当の、市と北東区の史跡発掘についてのミーティング。現時点の推測では古墳、弥生時代のものかもしれないとのこと。こりゃ、水道工事が飛んだ村おこしに化けたかもしれない。1月23日、現場を視察してきた。遠くから眺めただけだが現場はかなりの活気だ。あんな作業熱心な奴らは初めて見た。寒い中ご苦労なことに。一部は夜通しの発掘だそうだ。気持ちはわかるが普段からあれぐらい働いてくれればな。2月25日、どうやら史跡から遺物が出てきたそうだ。銅鏡らしいがまるでミイラでも出てきたような盛り上がりだ。俺も見に行ったが、どうも変な集団が現れたらしい。こんなちっぽけな村のどこから湧いたのか。2月27日、あの時の作業員たちがおかしな団体を作ったらしい。自分たちは神の使いとか名乗って、この前出てきた銅鏡を神様みたいに祭り上げてやがる。いつまで続くか知らんが。あいつらはせっかくの村おこしのチャンスを潰すつもりか。3月10日、ありえない。あのカルトども、2週間もせず北東区の奴らをみんな洗脳しやがったみたいだ。発掘の作業事務所を簡易的な社にしてるらしい。上に相談しても、信教の自由。だそうだ。ふざけてやがる。3月11日、鏡の民。というのがあのカルトの名前だそうだ。北東区を中心に堂々と布教活動をしてやがる。じいちゃんばあちゃんは片っ端に取り込んでるようだが、実際に利益があったとかで噂が持ちきりだ。どうもうさんくさい。3月15日、と、
が鏡の民に入信した。それから福祉課はすでに大抵鏡の民のメンバーだそうだ。俺もここ数日ずっと勧誘ばかりだ。見渡す限り信者。信者。信者だ。助けてくれ。3月22日。どうもあいつらは不気味だ。いつもはつけたような笑顔で社に誘ってくる。あの、が俺に笑いながら神の世界を語るんだ。気持ち悪いったらありゃしない。あと、念したら神さんが手下を率いてあの鏡から出てきて、この世を滑るんだとさ。もう何も言うまい。3月30日、いい加減ムカついたもんで、俺と話をしたきゃ役場の人事課で面会希望の書類を書いてからにしてくれ。ってつい勢いで言っちまった。まあ、それでも来た時はその時だ。4月、6日、恐ろしいな。あいつら本当に書類を作成してるらしい。どうせこの村に信者じゃない奴なんてもう幾ばかしか残ってないんだ。話してダメなら麓の町にでも転居するとしよう。4月、17日、明日18日に、鏡の民、より正式に面会要請、一度行ってしまったからには、手続きを済ましてきたとなるとこちらも拒否できない、いい加減うんざりしてたところだ。明日はカルトどもにはっきり物言ってやろう。4月、18日、編集済み。4月、19日、押収による洗礼にて、私は使い意と樽役を得た。本神の使者として集合書を早急に写とし、渡し窓を安置する手続きを図る。側鏡の民なり。上記の遺跡は発掘途中で放棄されているのが財団職員によって発見されています。遺跡は古墳時代前期のものと思われ、調査の結果 SCP-204JP があったと推測される箇所を中心として、約13メートル四方の石の囲いと祭祀場跡が見られました。ほい。村周辺に伝わる民族伝承をまとめたいくつかの書物に、SCP-204JP と思われる記述が見つかりました。最初に SCP-204JP についての記述がされたのは奈良時代後期と推測されますが、口頭伝承と書き写しが繰り返されたことにより内容は乱れており、現存するものも劣化による欠損が多いために一部箇所しかその様子が確認できていません。共通している記述は、SCP-204JP は、古の人々の拠りであり、それらが自らの衣を求めているというものです。この古の人々については調査を続けていますが、現在進展はありません。アクセスを承認、情報を開示します。ほい2000年12月日に神奈川県市に本部を置く宗教団体が SCP-204JPA の集団であることが発覚しました。回収されたご神体は SCP-204JP とは異なる外見をしているものの同質のものであると確認。SCP-204JP は SCP-204JP1 とし回収された鏡は SCP-204JP2 と分類されました。団体は財団によって早急に処分されましたが、この一件により SCP-204JP が複数存在することが発覚しました。以降、この報告書が作成された時点までに SCP-204JP1 から SCP-204JP4 までの4つが収容されています。ほい SCP-204JP をケテルに再分類すべきとの提言がなされました。この提言については現在議論中です。SCP-204JP の発見、確保に職員は全力を尽くすこと。このオブジェクトが、SK、クラスシナリオ発生の危険性をわずかながらも含んでいることを忘れてはなりません。豊田博士。